った。お父様。ご無事で。ああ。お帰りなさい、お父様。アスラ様、神王様がお呼びです。至急列挙のままでおいでください。きっとブリトラを倒した報奨の件についてじゃないかしら。さあ神王様をお待たせしてはいけないわ。わかった。八神将、雑魚では相手にすらならぬか。我が相手だ、アスラよ。おりゃこの棒たまきが。
水だ。お父様。アスライ、そこをどけ。聞け、我らどけろ。裏切り者の汚名を着せられ、妻を殺され、娘を奪われたアスラ。怒りを持って死の淵から蘇った彼の眼前に広がっていたのは、暴漠とした幽霊の世界。そこに現れた謎の雲の言葉に導かれるように、アスラは現世を目指す。